皆さんこんこにちはは佐佐藤藤大輔ですすのラジオ第回よろししくお願いします、はいま今回はグランパス夏の移籍期間に関する話題ということで茂弘、まあ、選手のバック、米本選手の期限付き移籍に続きなんですが2名の選手に関しての動き公式から発表がありましたまず7月1日ターレス選手が徳島ボルティスへ完全移籍。 そして7月4日本日ですね、酒井紀義選手がレノハ、山口 FC へ期限付き移籍するということがそれぞれ発表をされました。まあ、今日はね、この2人の話題、あとは現状のグランパスの編成について確認をしていきたいなというふうに思います。はい、でまず、ターレス選手ですね、グランパス公式ホームページによれば、まあ、ターレス選手は徳島ボルティスで完全移籍することが決定いたしましたと。 いうことですね、まあ、正直、ターレス選手、なかなか出場機会得られていなかったので、まあ、この夏移籍、移動候補なのかなとは思ってはいたんですが、まあ、完全移籍ということは、まあ、少し意外だったかなという感じではあるというところが率直な感想ですね。でターレス選手、まだまだ23歳ですかね。で2022シーズンに 熊本から完全移籍でグランパスに加わったんですが、まあ、その当該シーズン、2022シーズンは、グランパスから熊本にレンタルすると。 いいう形でででププレレーーをを熊本していたのでグランパスでプレーをするようになったのは2023シーズン、昨シーズンからですね、まあ、なので2シーズン、まあ、というか1シーズン半というのが正確かもしれませんが、グランパスでプレーをしたと。で、まあ、この間、まあ目に見える結果が出たかというと、まあ、そうではないんですが、ターレス選手に関しては、やっぱ年齢を考えても、ある程度、その成長を見守ろうといいますかね。あの 大きく化けてくれよということも見込んでの獲得だったかなというふうに思いますまあ、なので年齢を考えてももう少し成長を待つというのか期限付月席というところがいいのではないのかなそういうこともあり得るんじゃないのかなと思っていたんですがまあ、完全移籍になったということですねまぁ、あ、これはそれだけ徳島から ターレス選手は買われているということの裏返しなのかなというふうにも思います。まあ、完全移籍で獲得したいというふうに言われたときに、まあ、グランパスとしてもね、ターレス選手をこのままあの留めておくということも難しかったでしょうから、まあ、そういったところも踏まえて移籍になったのかなというふうには思います。で、まあ、先ほど言いましたが、まあ、ある種、ロマン枠と言いますか、攻撃面でね、違いを見せてくれると。 いうことに期待をしていたんですがまあ、残念ながらグランパスではその力を十分に発揮できなかったとまあ、ポジションもウィングバックなのかシャドウなのかみたいなところもあってなかなか難しさがあったのかも 知れまませんで、まあ、やっぱりグランパスでとなると守備でのタスクもいろいろ求められたりということでただただ攻撃に専念していればいいという状況ではなかったのでその辺りもねなかなかちょっとフィットしきれなかったとっいうところはあるかもしれません。でやっぱりまだまだ若い選手なので出場機会をね得られるようになっていけば一気にねぐっと劇的に成長するということもあると思いますし、まあ、ポテンシャルはある選手だというふうに思います。 でまあ、完全移籍なのでグランパスとのつながりという意味では薄くはなってしまうんですが、まあ、やっぱり、ね、グランパスに所属してくれた選手として、ね、徳島で大きく成長してほしいなという,ふうに思いますし、まあ、徳島ボルティス、グランパスに、ね、ゆかりのある選手も多いのでまた、ね、J2 チェックするときに徳島あのしっかりチェックしたいなということもなってくるかなとなんとなく親近感を感じるチームかなと個人的には思っているということですね。まあ、ターレス選手 徳島をね、J1 に昇格させて、再びトヨタスタジアムに凱旋みたいなことをね、あのー、期待したいなと、まあ、それぐらい活躍してほしいなと思います、徳島で頑張ってほしいなというふうに思います。 はいで続いて酒井紀義選手ですね、本日7月4日に公式から発表がありました、まあ、それによると、酒井選手がレノファ山口 FC へ期限付き移籍することが決定いたしましたと、で期限付き移籍期間は来年1月31日まで、まあ今シーズン終了までということですね、まあ、ターレス選手に続いて酒井選手も移籍することが発表をされたと。で 坂井選手に関しては期限付き移籍ということになったので、まあ、ターレス選手と逆で坂井選手は完全もあるかなというところだったんですが、まあ、ただ、シーズン途中の移籍ということもあって期限付き移籍ということが選ばれたのかな両チーム、まあ、それぞれの音楽もあってということだとは思います。 で、酒井選手2022シーズンにトスから完全移籍で加入ということで、まあ、2シーズン半グランパスでプレーをしたということになるのかなということですね。まあ、その間、絶対的な視力というような状況ではなかったかもしれないですが、リーグ戦にカップ戦にと。 まああのそれなりにと言っては失礼かもしれないですが出場機会を得てあのしっかりとねグランパスを支えてくれた選手の1人かなという,ふうに思います。特に昨シーズン、ネルバンカップで4ゴール決めていてまあその得点力をねリーグでもぜひ発揮してほしいなというところだったんですがなかなかねリーグ戦ではその得点面という意味では期待されたような力発揮しきれなかったかなと。 いいう,うに思まます、まあ、今季はね怪我の影響またあと、ね、新加入選手の影響などもあってなかなか出場機会を得られていなかったということでま酒、あ、井選手現在31歳ということですね当然今がバリバリみたいな年になってきてまあ、当然その。 先を考えるようなね年齢にもなってきて、キャリアどうしていくのかということを考えたときに、まあ、やはり出場できる場所でということを考えるのは自然な流れなのかなというふうに思いますし、まあ、今、じゃあグランパスにいて劇的に出場機会を得られるようになってくるかというと、正直そういう状況でもなかったと、まあ、いうことも含めて今回の移籍につながったのかなと思います。でま鳥、あ、栖時代には J1 で8ゴール取っていて、まあ、グランパスもやられましたし、まあ そういったところの期待もあってグランパス獲得に至ったと思うんですがまあ、残念ながらグランパスではねなかなかその得点力発揮ということにはならなかったとただやっぱり酒井選手ね日本人離れしたフィジカルであったりあとやっぱ献身性もある選手ですからあのチームなんて言う,んでしょう状況が変われば大きく活躍できるあのそんな力を持った選手だというふうに思いますなのでやっぱりここの半年間でねもう一度その プレイヤーとしての価値をねしっかりと示す活躍をしてほしいなという風うに思います酒井選手山口で頑張ってほしいなという風に思いますはい。でここからはグランパスの現在の編成を見ていきたいと思います表示している表は 私が自分であ数えて入れた表なのであの誤りがあるかもしれないですがというところですね。でこの表に関してはもう今年の夏の移籍4選手の動きを含めております。まだ登録期間始まっていないので実際の編成はこうはなっていないんですがまあもう公式発表されているのでそれはそうでしょうということでもう反映した表になっているということです。で改めてですが 重選手がまあ、K リーグ FC ソウルからレンタルバックで加入をしてとであとは米本選手、ターレス選手酒井選手がそれぞれチームが離れることが発表をされているということですね。でそれらを反映すると、まあ、2種登録選手を除いて28選手が今グランパスに所属をしておりそのうち A 契約枠を使う選手が20名ということになるのかなと思います。 で思いますというのはこの辺 A 契約枠を使う選手が何名だよというのは何かオフィシャルで発表されているようなことはないように見えますちょっと調べたんですがというところですねまあ J リーグにその A 契約枠ホームグローン大賞とかいろいろ出てはいるのでその辺を見ていけば あの対象すればわかるような気はするんですが、まあ、あくまで私調べということですね。で、まあ、私調べではあるんですが、この表の通りだということで仮定して話を進めますが、まあ、そうなると、A 契約枠に関しては、まあ、よく25名枠と言われるところですけれども、今年に限ってはオリンピックの特例で27になっているということです。 ただ、まあこれ27全部埋めるかというと、来年また25におそらく減るので、27までしっかり埋めるということはなかなか考えづらいなというふうには思っております。まあ、なので、うん、現状というかね、25と考えても、残り5枠あるのかなということですね。で、あと今年の夏の動きだけ考えても、まあ、3名アウト。 1> の1名インにととととどまってていいいるるうこでバラスを前も言いましたけれどもやっぱりこのインアウトの人数っていうのは基本的に同じような数字になってくるっていうのが編成の考え方だと思うのでまあ、今年の夏 1>, 1名ないし2名の加入はあるのかなとまあ、3の可能性もあるのかなと思いますがとにかくあの2名プラスマイナス1みたいなイメージで選手の加入はあるのではないのかなというふうには思います。具体的にどうとかいうのは全くわからないですがただここまでの動きを見るとということですけれどもまあ 2名程度加入があるのかなという気はいたしますということですね。で、ポジションがどこなのかということになってくるんですが、酒、まあ、井選手が出たということもありますし、現状得点力がなかなか厳しいというところなので、攻撃的なポジションに1名は。 取取る取って欲しいいなというとうころですねそれがセンターフォワード的な選手なのかシャドウ的な選手なのかっていうところはあるんですがとにかくあの前の3名のところができる選手は1名取りたいんじゃないのかなと思いますしまああとは中盤、まあ、ボランチないしウィングバックと、まあ、あ,あとはまあどんどん増えてきますけど。 守備的ななサイドプレーヤーととというところもあるのかなと特に左のセンターバックないしウィングバックでプレーが可能な選手ということも補強ポイントなのではないのかなと思います。まあ、やはり川面選手戻ってくるとは思いますけれども、まあ、怪我もねなかなか抱えていて小野選手はもうしばらく戻ってこられないというようなことを考えると、まあ、やはり左の特に守備的な。 ポジションっていうのがやや手薄感があるのかなというところなのでこの辺りに即戦力のプレイヤーっていうのを取るということも十分考えられるのかなというふうに思います。でやはり夏の移籍期間というのはまさに即戦力が欲しいでかつチーム状況を考えて足りていないところをまさに埋めていくっていうようなところピンポイントで取っていくっていうことが必要だと思うので、まあ、そういう意味で まずどういう選手が的確かっていうのを探すのも大変で、交渉で引き抜くっていうのも簡単ではないというふうには思いますが、やはりここの夏の補強の成否、成功するか失敗するかが、リーグ後半戦、まあ、ヒートはリーグの成績全体ですね、に直結するというふうに思いますので、まあ、まさにここはフロントの腕の見せ所かなと思いますま。やはりね、現状、放出している選手が多いだけに、これからはね、獲得の 話題が来るととといいいいうううこにに期待したいなというふうに思いますはい、そんなところで、佐藤のラジオ第773回、今回はこの辺りで失礼したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。